どうもシャーペンです。今回は昨日あの23の極でキリトを使いまして、まあ、強かったわけなんですよ。がっつりボス飛ばしてくれて、なんですけどもここだけじゃなかったんですよね。まあ、近畿の極ここ以外でも結構キリトは暴れてるらしくて、いいところもあったんで、今回はキリトが活躍できる近畿の階層ってのを調べてみました。ただこれ僕の判断なんで、まあ、ここはちょっと無理があるんじゃないかってとこもあるかもしれないですし、まあ、逆にここはいけるだろうみたいなところもあるんで、まあ、とりあえずちょっから見てってください。で、まあ、近畿なんで下っていきますか。2の極。まあ、一応ダメを対応してるんで、その辺動きやすいですし、あとはタルスト次元山なんで、反撃も発動しやすいと。で、やっぱり SS はこうやって配置しますし、まあ、一応弱点殴りやすいっちゃいますからね。これ当たってますよ、さすがに。ちょっとなんかずれてるあれもありますけど、さすがに当たってるはず。で、当たり前のように飛ばしていくと。で、多分釣りの半分ぐらいやってたかな。まあさすがにここではね、鉄なんか低いですけども、まあいけるよっていうぐらいですね。割と使いやすかった。どこまで行ってたっけ？あ、結構行ってるな。で、まあ3の国ですよね。ここはバリアがないんで、結構痛いですけども、1体ぐらいだったらこうやってもタルスも強いですし、これも結構弱点当たったらこんぐらい削れるんで、削り向いている。で、注目の SS。もう普通打ってますよね、これ。ここからこれ何回もありますけど、これ全然飽きないんで。SS が楽しい。まあ、しかも言ってこれ1段階目ですからね。ちょっと3の極は SS ダメが重要ですけども、間に合わなかったんですよね。また1段階目でダウン状態で打つと、おそらく確かこれも、ワンゲージ飛ばして、もう黄色だった気がする。黄色の半分ぐらい。いいですね。これ1体ぐらいだったらいいかなっていう。で、結構4の5これちょっと強かったですね。割と予想外だったんですけども。友情コンボも仕事できる。まあ、同種族が多いんで、蘇生のやつ。できますし、まあ、浴び対応、その地雷対応してないですけども、ワープが、間違えた、重力があるんで、こうやって、配置しやすいというか、地雷も避けやすいですし。で、SS がですね、結構これも、まあ、重力があって、弱点のところに動きやすい。かつ、なんか当たり前のように終わるんですよね、これ多分。ここがっつり入るんですよ。はい。で、ちょっと気になったんで、もうあえてもうめっちゃ弱い状態でいこうと思って、これですね、アビロ食らってるんで蝶の関係ないですし、1段階目で弱点も当たってないっていう最悪の状況なんですけども。これでも結構ね、確か釣りのゲージの半分ぐらいも削ってると思うんで、結構4の5に関してはキリト強いなと思いましたね。編成してもいいかなっていう。まあそれはね、クラピカとかいたら上回りますけども、割と強かったこんな感じで。あと9の5ですね。ここに関してはもう無理やりですもん。ブロックをみんなも対応してないんで、道中に関してはすごいやりづらいですけども、ここも完全に SS 打つためだけですね。ここも結構ウィンドル配置しやすいんで、座れていって弱点上にあるんで、今みたいな感じで交換したら入りますし、で、威力としてはもちろん申し分ないと言えますね。ただあんまおすすめはしないです、ここも。降臨の方がいいかもしれない。はい。12も結構強かったですね。ここはダメオンワープも登場するんで、両方とも。火力が結構もう貴族性と一緒ぐらいの感じですし、ここもそうですけども。殴り火力は本当に十分。水属性のクエストで。で、パルスもこことか、サソリのやつ、あいつも削れるんで、これすごいな。サソリ状態のやつも入るんで、パルスも仕事してますし、で、普通に強すぎて SS 打てなかったんですよ、1段階目、1段階目、ボス1で。ボス1で打てずじまいでボス2なんですけども、まあ、ここでしっかり弱点捉えて、まあ、ここも結構当てやすいですから、ちょっとね、ボス1は弱点が上とかなんで、難しいですけども、ここで当てると、持っていけると。いや、ここもちょっとヒラメ痛いぐらいで、鉄製だと思いますね、12の極。ヒラメだけ問題。で、13は完全に玉ねぎの処理しやすいかなと持ってったんですけども、まあ、こうやってパルスがしっかり入ってくれて、処理しやすかったですね。ただ、ブロックの対応がないんで、大体動けないと。まあ、たまに殴れますけどね。この玉ねぎ処理はありがたい。で、SS、ここのバフがすごいんで、バフだけもらってやったら弱点当てなくても結構削ってくれるんで、もう、なんならね、一体だけ編成して、SS で無理やり突破する感じでもいいと思うんで、
まあ、ここも上位ではないですけども、使えるくらいではないかなと思ってますね。割とこれでね、弱点でも当たったとも今終わってますし、バフさえもらったら無理やり、ワンゲージを突破できるはず。ここまでいってるんで、十分。で、あ、ここ無理やりですね。14の極、無理やり回想です。地雷もブロックも対応ないんで、動きづらいかつ地雷踏んだら結構食らうんで、慎重に道中行きましたけども。なんとかボス点に来て、これも弱点位置が結構当てやすい。下にいたら。こことかいったら縦勘でいいですからね。やっぱね、この、ボスに絶対飛んでくってのは偉大ですよ。ゲージ同士にとって。これは画期的な SS。しかもこれワンパンしたと思うんですよね。いや、ワンパンじゃないか。結構もう瀕死まで行ったぐらいか。まあ、ここも完全にも SS 頼りですけども。やってみる価値はありましたね。しかも結構ここめんどくさいですから、銃の国って。ストレスも溜まるんで、ああ、虫の駅だ。SS が強かった。うん。ここはもうほんと無理やりです。これ前回ですね、23の極。まあ反射なんで、道中に関してはすごい仕事できないですけども、まあこうやってパネルをめっちゃ踏んでいけばなんとか仕事できますね。星楽なんで捨ても高いですし、前越とかとは比べたら道中は仕事できる。で、ここに関してはやっぱり前越と違ってダメは外せないんで、パネルでしか稼げないんですよ。で、こうやって配置とかしないといっぱい踏めないですし、この辺ちょっと難しいですけども、弱点に当たったら結構削ってくれますからね、ワンパンとは言え、ずとも。これ、内部行くんですね、てか考えたらというか、調べたんですけど、普通に内部通るらしいんで、弱点当たって、がっつりカンスト。切って最中カンストしてましたからね。あ、でも24の、これ一番衝撃のところですね。まあ、ここ友情コンボ結構パルスとか仕事してくれるんで、プリもやれますし、これでサンダーバードも処理できますね。あ、グガル強。で、注目の SS ですけども、こちらなんと、弱点当てると、ワンパンというものですね。20ワンパンってもうね、実装当初は考えられなかったですけど、そういう時代なんだなっていう。まあ、ここダウンとかないんで、もう雑魚とか無視していけますからね。とりあえず、あ、効果アップすれば OK っていう。ただまあ、ここに関してもやっぱ反射なんで、道中仕事できないですし、パーティーにやっぱ軍割れて欲しくなりますね。キリト編成してここに行けば勝ちっていう。終わり。いやーでも楽しかった今回。そういう感じで旧クエスト紹介していきました。これ多分クラピカと一緒ぐらいなんですよ、数としては。まあそれもちろん向こうはダメオワープなんで似るんですけども、でしかもクラピカはそのクエストでの活躍度がすごいですから、まあさすがにキリトがクラピカを超えたみたいなそれぐらいは言えないですけども、やっぱ SS のロマンがすごい。まあ、しかも今回身とか紋章の強化はありますけども、まあ、味方のサポートといいますか、ブースト的なものはないんで、それでこの飛ばし方ですから、いやまあちょっと違う方向性でクラピカに次ぐ、近畿で暴れてるキャラではないかなと思いました。まあ、コメントなんか皆さんのキリトの使用感とか、あとここでも強いよとかありましたら、教えていただけると嬉しいです。あと、ついでチャンネル登録も教えていただけるとこんな感じで、毎日放送とか投稿してるんで、よかったら登録していただけると、これから頑張っていくんでどうか、よろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。さよならの極2。